食え。私はまず何から語るべきか考え、外に出るときは腕章を忘れるなって言ってるだろう。あの日を思い浮かべた。グリシャ、壁の外には絶対に出るんじゃないよ。そんなことが。妹の事件の真相を知ったとき、心に誓った。本当の悪魔はどちらか教えてやる。あんたと会ったことがある。子供の頃に。再び世界を正すためにはエルディアを復活させなくてはならない。覚えていたか。あの日のことを忘れるものか。王家の血を引く子だ。きっとこの子は私たちを勝利に導いてくれるぞ。我々の息子ジークをマーレの戦士にするのだ。グリシャがどうなってる。なんでジークが俺たちを密告するんだ。お前の息子だろ。お前ならできる。父さんと母さんの子供なんだからな。お前に全てを託したのが間違いだったんだ。復権アモン、ダイナモン、なんとか言えよ。グリシャ、私はどんな姿になってもあなたを探し出すから。お前の目に映る憎悪はこの世を焼き尽くさんとするばかりだった。何をしてる。立てよ父さん。忘れたのか。何をしにここに来たのか。人類は滅んでなどいない。我々の祖先は大罪人だ。お前らエルディア人をこの世から一匹残らず駆逐する。頼むから、父さんと母さんをフェイと同じ目に合わせないでくれ。あれだろう、15年前8歳の妹を犬に食わせたのはお前だろ。俺に残された任務とは何だ。これから壁内に潜入し始祖の巨人を奪還しろ。その巨人はいついかなる時代においても。進撃の巨人。その行いが報われる日まで進み続けるんだ。進み続けるんだ。死んでも、死んだ後も。死んでも、死んだ後も。できない。自由を求めて、自由のために戦った。私に子供を殺すことなど。私は命を救う医者だ。お前を選んだ一番の理由は、お前があの日壁の外に出たからだ。犬に食われた妹に報いるためだ。俺はここで初めて同胞を蹴落とした日から、お前は妹を連れて壁の外に出た日から。復権派の中、ダイナ、クルーガー